はい、奈良町向けに南流れ向き発車します。お捕まりください。発車します。お捕まりください。本日は松戸新京成バスをご利用いただきましてありがとうございます。このバスは新松戸七丁目経由南流山駅行きのワンマンバスでございます。途中降りの方はお手近のブザーでお知らせ願います。降り口は前ドアです。次は新松戸郵便局前、新松戸郵便局前でございます。入線エコー、胃がん検診、交通事故治療を含む内科・整形外科の平岡クリニックはこちらでお降りください。法律の問題は弁護士にお任せください。バス停向かい大原総合法律事務所まで。次は支所前、支所前でございます。中央保育園となり内科・整形外科・リウマチ科・皮膚科・リハビリ科、健康診断、訪問リハビリ、送迎対応、欅トータルクリニックはこちらが便利です。 IC カードをご利用のお客様は乗車と降車の際に必ず読み取り機にタッチしてください。次は新松戸5丁目、新松戸5丁目でございます。お客様にご案内いたします。IC 運賃の適用は運賃全額を1枚の IC カードでお支払いいただいた場合のみとなります。それ以外の場合では現金運賃額が適用されますのでご注意ください。次は坂川でございます。車内事故防止のためお立ちの方は必ず手すり、つり革などにお捕まりください。次は拳公園でございます。次は新松戸七丁目、新松戸七丁目でございます。お降りの際は車内にお忘れ物のございませんよう足元にお気をつけてお降りください。本日は松戸新京成バスをご利用いただきましてありがとうございます。このバスは南流山駅行きでございます。次はショッピングタウンでございます。次は船戸でございます。車内事故防止のためお立ちの方は必ず手すり、つり革などにお捕まりください。次は南流山三丁目、南流山三丁目でございます。運賃が変わります。ご注意ください。次は南流山駅終点でございます。お降りの際は車内にお忘れ物ございませんよう足元にお気をつけてお降りください。本日は松戸新京成バスをご利用いただきましてありがとうございました。